岡山市北区のシティライトスタジアムから今週は生放送でお伝えします。こんにちは、堀安秀です。注目のカード、ファジャーノ岡山対セレッソ大阪がこの後午後2時キックオフです。チケットも完売したということで、お客さんの期待の高さが伺えます。いや本当に楽しみですね、皆さんね。めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということです。さあ今日はですね、ファジアの岡山スタッフの吉野内彩さんにご案内していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、すごいお客さんになりましたね。はい、もっと早くからたくさんの方が並ばれていて、もう観客数もですね、記録的になるんじゃないかと思われます。まあ、なんといってもセレッソ大阪相手ですし、ファジアのが調子がいい、これが一番ですね。はい、さあまずは開幕2連勝を飾りました大分トリニータ戦を VTR で振り返ります。どうぞ。開幕戦に快勝したファジアーノ岡山、第2戦の戦いの舞台はこちら大分県です。去年も昇格争いのライバルとして戦った大分ですが、ファジアーノはアウェーの大分ではこれまで一度も勝ったことがないというんですね。果たして今回はどうなるのでしょうか。大分市の郊外にある大分銀行ドームは開閉式のドーム型競技場で、2002年の日韓ワールドカップの会場にもなりました。4万人を収容することができます。ドームということで非常に音がこもります。ホーム大分の大応援団、やはりこうね、声が響くんですけれども、ファジアーノ岡山のサポーター、数は何分の1かなんですけれども、大きい声でこのドームを逆に飲み込み返してほしいですね。開幕戦に続けて、もう今日もぜひ勝ってもらいたいんで。今年やってくれそうですかね。やらんといかんでしょう。真っ赤で。ああ、真っ赤ね。ああ、まあファジですね、一応。サポーターの中にどこかで見たことがある顔を発見。この人はもしや元ファジアーノ岡山のフォワード西野康平さん。2009年ファジアーノの J2 最初の年に9ゴールを挙げた初代チーム得点王です。今はもう大学の方のコーチで。そうですね、まあ、指導してます。ファジアーノにも、はい、ぜひぜひ送り出せるように頑張りたいと思います。そして最新のチーム得点王といえば、去年11ゴールを挙げた押谷勇樹選手。去年の初ゴールは14試合目でした。今年こそ早くゴールが欲しい。 J2 第2節大分トリニータ戦、開幕戦から一転しファジアーノにとって苦しい展開となります。序盤からピンチの連続。 J1 経験もあるビッグクラブ大分に対し防戦一方。それでも落ち着いているのはキャプテン岩政選手。アウェーのですし、大分にとってはホーム初戦ですからね、押し込まれることは当たり前のお話ですから。ファジアーノのシュート数は前半わずか1、後半もチャンスは少なそう。後半30分、ファジアーノに久しぶりのチャンスがやってきます。カジ選手がキープしたボールを鮮やかに決めたのはエース押谷勇樹選手。今シーズン初ゴール。この日最初のシュートを確実に決めました。狙っても入んないかなと思ったんで、もう思いっきりぶち込んでやろうと思って思いしました去年おととしもやっぱ十何試合かかってたんで、まあ、こうやって2節で入れたっていうのはすごい気持ちは楽になりますし、まあ、思い切ってシュート打てるかなと思います。ゴールシーンはいかに生まれたか、得点シーンを巻き戻してみましょう。チャンスを作ったのは8番渡辺選手から21番梶選手への縦パスでした。チームとしてあそこのバイタルエリアどう攻略するかっていうことをトレーニングしている中で、まあ、外から梶さんがいいところに走ってくれたんで、僕はただ出すだけだったんですけど、まあいう動きをずっとキャンプからずっと続けてますんで、まあ、それをこうみんながこう分かってくれてパスを出してくれるじゃないですけど、はい、もうちょっとびっくりしますね、きれいにはまりすぎて。
勝利を確実にするために長澤監督はディフェンダーの上田竜二郎選手をなんとフォワードで起用。チーム一の長身が攻守に生かされます。怪我のため去年7月以来の出場。おかえり我らがドラゴン。1点を守りきったファジアーノ。シュート数は大分の13本に対しわずか3本と苦しい試合でした。こういう難しい試合も長いシーズンの中であると思いますし、それを勝ちにつなげられたのは大きかったかなと思います。流れはどっかで来るかなと思ってたんですけど、その流れをうまく掴んで得点に結びつけたことが良かったかなと。流れが来るのをじっと待ち、その流れをうまく掴んだゴールシーン。長澤監督はチームプレーに徹しながら数少ないチャンスをものにした押谷選手にストライカーとしての成長を感じたそうです。献身的なディフェンス、前で待ち構えているだけではなくチームに貢献しながらプレーをしていたこと、ああいう一撃を待ってられるメンタリティが彼自身、私は付き合い長いんですけど今まで見られなかったところなので、そこのチャンスを待ち構えて本当に1分の1で持ってくるっていう感覚はもっともっと研ぎ澄ましてもらいたいと思ってます。点取るのが仕事なんで、それがしっかりできてよかったです。またたくさんのお客さんと一緒に勝利を喜び合いたいなって思います。チームは J2 7年目にして初の開幕2連勝。これから続くビッグクラブとの対戦に弾みをつけました。コマーシャルの後は強敵セレッソ大阪、試合の注目ポイントは山口蛍選手、鎌田圭司選手などワールドクラスのタレントが揃うセレッソ大阪。昨シーズンは J1 で17位と苦戦しましたが、1年での J1 復帰を目指す優勝候補です。アウェーで迎えた東京ヴェルディとの開幕戦、セレッソは1点を追う後半34分、セットプレーからフルラン選手のこのシュート。2010年南アフリカワールドカップ MVP の芸術的なゴールで引き分けに持ち込みます。大宮アルディージャとのホーム開幕戦では元日本代表のストライカーが見せました。0対0で迎えた後半8分、パスサッカーで切り崩し、最後は20番鎌田選手。元日本代表のストライカーがセレッソ移籍後初ゴールを挙げ会場を沸かせます。同点に追いつかれて迎えた45分、フリーキックを蹴ったのは鎌田選手。今年35歳のベテランは2得点の活躍で衰えを感じさせません。セレッソはこの後も追加点を奪い3対1で快勝。勢いに乗ってファジアーノ岡山戦に臨んできます。そんなセレッソ大阪のスーパースターといえばフルラン選手。去年の宮崎キャンプで対戦してスーパーゴールを決められました。この時フルラン選手が注目したファジアーノの選手は、Eu acho que o jogador é o meio, não? Tem um número 10, o outro. Agora não lembro bem os números, mas. そしてウルグアイの英雄に再び挑む千秋選手は、あんなスーパーシュートを打たせないようにしっかりとプレーしていきたいなと思います。アジの司令塔と世界のスーパースターの対決に注目です。コマーシャルの後はシースタから生放送。グルメもご紹介します。おいしい、おいしいということで VTR でセレッソ大阪の注目選手をご紹介しました。こちらになりますけれども、鎌田選手そして山口選手は日本代表としてワールドカップも出場しました。そしてこのフォルラン選手ですよ、ワールドカップのなんといっても MVP ですからね。はい、今日はファジアのスタッフの吉野内さんとご案内していただいてますけれども、はい、強敵ですね。
本当そうだと思いますね。ね、ただだからこそ試合も楽しみということでお客さんも今日たくさん来てます。チケット完売ということになってますけれども、ね、お客さん今日どれぐらい来るか、今ファジアーノ岡山ではチャレンジ1ということで平均観客数1万人を目指してやっておりますけれども、これまでの歴代観客数がどうだったか、こちらにまとめております。ベスト5、1位はガンバ大阪戦、2013年に1万8000人入りました。これすごかったですね。そうです ね遠藤選手来ましたけれどもね。そして2位が横浜 FC、 2009年の1万3000人、この時はキングカズこと三浦和義選手が初めて来たということで、すごいお客さんの数でした、ね、以下このように続いてますけれども、今日どれぐらい来るでしょうね。今日悩むところですけどね、もう多分ガンバ大阪戦の時ぐらいいらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、この時以来ですからね、完売がね。そうですね、うん、楽しみです。さあということで、サッカーももちろん楽しみなんですけれども、やはり、はい、スタジアムといえばグルメコーナー、はい、ね、グルメを忘れちゃいけませんよ。こちら、ファジフーズということで、ファジアーノ岡山のホームゲームの時の、グルメコーナーは非常ににぎわっております。これ特徴はどんなところでしょう、石野さん。はい、そうなんです、ご覧の通りずらっと並んでるんですが、はい、メニューの多さが何といっても魅力の一つだと私は思っております。これは J リーグのクラブの中でも屈指の多さ。そうなんです、はい、そしていろんなメニューがあって、はい、なんかこう目移りしてね、どれがいいか迷っちゃうんですけど、これが試合ごとによって変わるということがまたあるということで。そうなんです、あの対戦相手によってですね、うん、その対戦相手にちなんだメニューが、限定メニューっていうのが毎回出るんですよ、はい、こちらに用意いたしました。これがその限定メニューで、これはセレッソ大阪戦限定メニューのタコそば飯、タコが入ったそば飯ですね、はい、はい、美味しそうですけれども、じゃあ持ちましょうか。あ、じゃあ持っていただいて、私が食べさせていただきます。あれ、そうなんですか。私は、ちょっとね、はい、代表してね、うん、うん、ソースのちょっと甘みとタコのプリプリとした感触、いいですね。結構あの腹持ちしそう、はい、いい匂いがすみません、吉野さんはご紹介に徹していただきます。わかりました、はい、でもこのタコそば飯だけじゃなくて、他にも限定メニューがいろいろあって、大阪といえば、まあ、たこ焼きもそうですけど、あと鉄板焼き、はい、ホルモンとか、そうです、はい、あれです、スタミナてっちゃん飯、てっちゃんの乗ったメッシってあのね、サッカー選手の名前にちなんだメッシということで、セレッソ大阪戦限定、これも、はい、こちら用意しております。ありました。これ400円にしてはボリュームすごいですね。すごいボリュームです。スタミナつきそうです ね。てっちゃんもいっぱい乗っておりますが、これも私が代表して食べさせていただきます。うん、これはスタミナがつく。これ試合前にバッチリじゃないですか。これもそうです ね応援にも力が入りそうです ね。しかもこの量で400円というね、お手頃なところもいいですね、はい、うん、さあということで力もつけて、はい、この後はセレッソ戦の直前情報、そして週刊ホリスポをお伝えします。週刊ホリスポ、週末の岡山香川のスポーツ情報をお伝えします。まずはバレーボールの V プレミアリーグ、岡山シーガルズはアゲオと明日対戦します。優勝の可能性はなくなったんですけどね、最終戦頑張ってほしいです。そしてプロバスケットボール BJ リーグの高松ファイバーローズは奈良と今日明日2連戦です。さて吉野内さんにはもう一つの顔があるということで、ここでご紹介します。それでは BGM スタート。吉野内さん、実はプロのチアリーダーだったそうですね。はい、昨年ですね、NBA のミローキーバックスというチームでチアダンサーをしておりました。ということで、ファジアーノ岡山のダンススクールもこの春開校するということなんですが。そうなんです、私がコーチを務めます、4月、毎週月曜ですね、岡山西口校が、オープンしまして、みんなでチアダンスを元気に踊って、ファジアーノ岡山を、そして岡山を元気に盛り上げていきたいと思います。はい、さあでは最後に番組のプレゼントのお知らせです。ファジアーノ岡山のメッシュキャップを5人にプレゼントします。どうぞご応募ください。この後午後2時からカンスタでキックオフです。どうぞ皆さんお楽しみに。